でもいける。体調悪くない。そんな感じ。今日早く起きられたからツイッター上げたんだけど、シップ貼ってもらいました。あの、すごいワクチン打ちやすそうな服装で行ったら、じゃあ病院の先生に褒められた。その服すごいね。全然痛くなかった。前回の方が痛かった。注射自体はアリちゃんが森下さんに間違えられたらしい。それ同じ日ですよね多分。どんな服、なんかねペラッとめくると肩が出てくる服でした。なんかバッチバチの肩出しではなくて、こうフリフリが2段階ぐらいであるんですけど、その1個目ペラッとめくると肩が出てくるっていう、なんかワクチンを打つための生誕祭行けない。カヌピー、じゃあ配信でお会いしよう。もしママがテレビレレ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 もう好きだ好きだ好き好き好きピースキッピーピアス15 3。眠たいね朝だから。ミリニャスキッピね、わかる。最近佐々木舞香ちゃんブーム。私はリップ塗ろう。合わせた。そうよ、もう私の誕生日ぐらいで終わった。朝は眠かった。まだ朝よ、7時半まだ。今日ママにももクロちゃんの曲で起こされた。
無限広島、あ、いいじゃん、いいじゃん。もう仕事向かってるし、やば、早げじゃん。え、早くない？リップの発色噛みすぎでしたって。あと鏡見てないから実は分からんわ。本当だ、綺麗、綺麗に塗れた。おはよう、みんな。もう現場だって。早上げじゃん。めっちゃ早いじゃん。お願いだよ。体調はね、大丈夫。キッピ、佐々木舞香ちゃんハマり中なの。流行らそうとしてる。してない、してない。前髪、え、それ足らんないよ。生誕祭までにいい感じになるかね。こう、もし生誕祭でいい感じにならんかったら、ちょっと前髪どけるわ。これでいく。さすがにライブ中は絶対前髪上がってくるから。リネンワッサン誰も、あ、スペシャルギフトが表示されない仕様になってた。すみません、平次さん、かわいい、ありがとう。もちろん電気屋さん、まあありがとう。ゆうじさん、花束ありがとう。なんくん、モニスありがとう。ディネマシさん、誰もありがとう。ナオくん、モニスありがとう。ダイナソー、かわいい、ありがとう。あと5日ね。え、いけるよ。2時に帰って6時前に起きて。え、やば、私だったら無理。ダイナソー、ありがとう。マイハのために頑張ってくれて、ありがとう。今日も頑張って。頑張れるかな、頑張れる。今日っていうか、私人生で初めて自分のお小遣いでももクロさんのグッズを買ったんですよ。今日か明日ぐらいに届く。ワクワクしとる。今度はファンクラブも入ろうかなって思ってる。何買ったっけ。でも生写真、ランダム生写真とかしかなくて、前半見た時
ランダムナマデシン猫とあとあやかねばあやかネーションのなんかランダムグッズ4個みたいなガチャガチャみたいなやつ。あんまりお金は持ってないから4000円送料とかもろもろ入れて4000円ちょっとのグッズしか買えなかった。いやあと1個買う予定だったんですけどひよってやめました。毎月これから地道にグッズを集めていけたらいいなと思って、あんまり一気にいっぱい買いすぎても送料が高くてビビった。あとでも欲しいものはいっぱいあったんよ。除菌アルコール除菌スプレーとかあやかネーションの携帯が入るカバンみたいなやつとかなんか見たらかのこちゃんのなんかスヌーピーみたいなやつがあれは受注生産なんですけど、可愛かった、いろいろワクワクするそうまたさ届いたら見せるね、楽しみなんですよ。ももクロちゃんのライブに行ったりおたかつをしたりとかするためにお金を貯めることを決意したんですけど、貯められるかな。なんか今まではパパが、まあ、グッズというかライブに連れてってもらうときに券買ってくれたりとかなんか全部パパがやってくれとったよ。ペンライトとかもグッズもパパが買ってくれとったし、ペンライトもパパが買ってくれとったし、だけどよく考えたらマイハもう一人で買えるしライブも行ける年なんだなって思って、なんか今はちょっとお菓子とか無駄なご飯にお金をかけがちなのでそれをやめてももクロちゃんのためにっていう口実を作ってライブに行くためにお金を貯めるっていう目的を作りました。そうよく考えたらね、あとバスタオルもね可愛かったんよ。でもバスタオルはイカファンの方にあやかネーションの2019年のバスタオルもらったけど可愛すぎて、今年のも可愛かったから欲しかった。いつか販売終わるじゃん、終わる前に買わなきゃね。プニノフ、私モノノフです。モノノフ、あーうん、どっちもって感じかな。なんだろう、誰推しなのって言われるとアーリンさんなんですけど、同じぐらいかのこちゃんも好きなんですよ。これ昔からそうです。昔からアーリンが好きで、かのこちゃんアーリンが好きで、かのこちゃんが好きで、だんだんかのこちゃん熱が上がってきて今は同じぐらい好きです、かのこちゃんとアーリンが。なんか
レニちゃんとしおりんも好きです、めっちゃ。なんか DD なんですよね、箱推しですアーリン寄りの箱推しって言ってます、いつもは。でもちゃんと言うとアーリンとかなこちゃんほぼ同じぐらい好きで、まあアーリンの方が好きからずっと好きだし、レイちゃんとしおりん、いやなんかね、みんなね魅力があるんですよ、大倉さんは。だからなんか誰か一人だけを好きにはなれないです。あのライブとか見せたら絶対みんな好きになる。まさに楽しいです、いいことよ。私はもうね根っからの DD 気質なんですよね、多分。でもなんかももクロさんのライブってなんか例えばまあ5人とかだしメンバーカラーがはっきりしてるからすごいあれなんですけど、自己紹介をする人時にその人にペンライトカラーを合わせるんですよ。素敵だなと思って、なんか私は結構もともとももクロさんが好きだからよくライブ映像とか見てるけど、やっぱり STU になって改めてライブを見るとね、凄さが分かる、もっとし、こういうところライブに使えるなとか、なんか勉強しちゃってるやんみたいな、楽しむために見たのに勉強しちゃってるわってよくなりますね。すごい温かいグループ、やっぱそういうの私もなりたい。昨日ママにずっとももクロはすごいみたいな話をしてた気がする、夜、夜中に、夜中はそうだな、昨日早めの時間で寝たんですけど、昨日ずっと言ってた気がする、なんか。よっさん、いいな、ありがとう。そう。あと、おばあちゃん、向こうのおばあちゃんはもう世界で一番湧く。もうモノノフの人のねペンライト変える速さもう尋常じゃないよ。もうなんか次の瞬間に赤を取る、すごい。私とか絶対カチカチってなるけど、もうみんなすごい早みたいな。やっぱねすごいよ。あのアヤカーニバルに STU 出させてもらって、あ出てないんですけど、私はやっぱアーリンさんイコールももクロさんって考えて、やっぱすごさが分かった。私もああいうパフォーマンスのできる人になりたいと思った。いいよね、なんか単純にうまいばっかりじゃなくて魅力的なところ、魅力があるよね。なんか私はずっとうまいにフォーカスを当てたけど、なんか魅力があるパフォーマンスをできるようになりたいと思った、その時に。なんで私朝からももクロさんのこと語ってるんだろうね。あ、そう、グッズを買ったよって話そう、でも私はそう瀬戸内の声でみんなが青とかに水色とかにペンライト変えてくれて
あれ、そういうのめちゃめちゃ嬉しいよ。ああいうの好きなんです。なんかメロンジュースの時にペンライトが緑になったり、そういうのが好き。みんなで盛り上がってる感じがする。ヨッシーさん、ありがとう。あと、あのメロンジュースがかかった途端にファンの人がめっちゃカシカシカシって下向いてやってるのを見るのも好きです。しかもなんか STU ってちゃんとメロンジュースの時とレモンジュースの時があるんですよ。ファンの人戸惑ってる。いつも緑に変えたのに黄色に変えてくださいって言われて黄色に頑張って変えてるみんなみたいな懐かしい。そう、レモンジュースは黄色なんですよ。でメロンジュースは緑で、オリジナルはメロンだから、たまにねこうメロンジュースの時があるの。 STU は基本レモンジュースでやるんだけど、なんかたまにねこう不意にメロンジュースの時があるんですよね。もうレモンジュースなら全部レモンジュースでいけよっていう感じなんですけど、たまにこうメロンジュースが入ってくる時あるから、あなたにあげたレモンジュース、あれ多分どっち言ってるか分かんないでしょ。難しいね。フェイントかける。あれ面白い、ああいうの遊び心があっていいと思う、いいと思う。また。15分だ、ありがとう。ともこしさん、ハートはありがとう。今日夜配信ない、なんか今日夜配信ないな。昨日もなかったね、ごめんね。明日はあるかな。どうだろう、今日13、14、くしゃみ失礼しました。あ、ランキング読みます。13位、トモコシさん、元気でよかった、ワクチン接種後なんで休む時は休んでね、ありがとう。12位、Cさん、ありがとう失礼しました。11位、カッチャー、ワクチン服大丈夫そうでよかった、いい一日になりますよね、ありがとう。じゃあ、あっくくん、朝早くありがとう。 DJ なんですね、知ってました、知ってたんかいありがとう。キュイ、ひさし、ありがとう。マフチ、ピロピロひろしたん、ありがとう。イエイ。7位、湘南のそらさん、早起き配信ありがとう。今日もあっさりしてね、分かってました。6位、ダイナソー、2回目お疲れ様です。未だに1回目も接種してない私、さすがに焦ってきたので近いうちに行きます。あ、安全に、ありがとう。5位、スーさん、ありがとう。4位、モームさん、ありがとう。3位、ユーさん、ありがとう。第2位、ビッグヤブさん、ありがとう。そして第1位はレイディマスさんです。イエーイ。では今日という日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。せーの、8、
また明日ね。せーの、バイチョ。今日も頑張って。いってらっしゃい。